5月13日日曜日は母の日。今日は母の日に欠かせないじゃんお花屋さんをご紹介します。それでは週刊今昼ナビレッツゴー。週刊夢ひろナビ。今回ご紹介するのは夢タウン広島1階花の森宮本。花や緑を飾ることで心豊かな暮らしをサポートするフラワーショップ。お花屋さんで冷蔵庫に花が保管されているのを見たことありますよね。花の森宮本には冷蔵設備がありません。環境の変化に弱い花を冷蔵庫でストックすることが花にストレスをかけると考えるから。仕入れ後、直ちに店頭で売り切るので、いつも新鮮な花を手にすることができます。日本全国に配送もできますので、季節の贈り物や記念日などにお店で気軽に相談してみてはいかがですか？金丸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすぐ母の日ということで、やっぱりお花を贈られる方も多いと思うのですが、どんなお花が人気ですか？はい、やはり母の日はカーネーションが人気です。母の日のための特別なブーケとアレンジメントをご紹介いたします。わー、綺麗ですね。日頃から花を飾るのが好きなお母さんにはブーケがおすすめ。受け取った時の華やかさを楽しんだ後は、家に帰って大きな花瓶や小さなグラスに小分けするなど好みに飾って楽しめます。大好きなお母さんへ愛を込めた鮮やかなブーケで日頃の感謝を伝えませんか？毎日忙しいお母さんにはそのまま飾って楽しめるアレンジメントがおすすめ。どこにでも飾れるサイズで、お母さんがメイクをする鏡台や寝室の窓辺など、いつも目にする場所に花瓶がなくてもすぐに飾ることができます。毎日頑張るお母さんに、お花の香りで安らぎの時間をプレゼントできますように。花の森宮本では、新鮮なお花を一日でも長く楽しんでいただけるよう、毎日心を込めてお作りしております。夢タウン広島1階花の森宮本で皆様のお越しをお待ちしております。